オブラート。お菓子工場で問題発生。小麦粉せんべいの片面が粘つくのだ。調べてみると生乾きのオブラートが付着していた。でんぷんで作られる食用の薄い膜だ。どうしたことだろう。製造ライン担当者に問い合わせてみる。健康優良児を絵に描いたような彼が言う。酵素玄米の電気炊飯器を導入したからですよ。なるほど、不安が的中した。玄米は小麦粉との相性が悪いのだ。仕方ない。小麦粉は排除しよう。それからパッケージの表示を改めよう。名称はベイカ。そして原材料に米を加えねば。